えっと、シさん、最近考えるのをやめて、できるだけ感じるようにしてみようと思ってやっています。そしたら、考えるのが二次元だとすると、感じるのは三次元みたいな、次,次元の違いみたいなものを感じ始めました。えー、これを自分だけではなく、人に対してもやってみたら、なんかすごく人間関係が変わりそうだなっていう気がしてきました。 そうなんです私もよくやるんですけどね、その、何も考えるのやめようと思って、ただ感じることにフォーカスするんですね。で、まあ、感じるっていうのは結局体なんで、あの、体の感覚にフォーカスをするんですよ。ね、感じ、ただ感じるっていうことをやると、<laughs> あの、少し、現実と、 自分との関係性の質が変わると思います。あと私がよくやるのが言葉のない世界に住むっていう想像です。もし、なんかね、考えないようにしようって思うと考えちゃうじゃないですか。じゃなくて言葉というものが今存在してなかったらっていう想像をするんですよ。そしたら自然に 感じるしかなくなるんで、これは結構しょっちゅうやりますね。言葉をふって自分の中から消しちゃう。そしたら考えられないんで、ただ感じるみたいな。それで言っちゃったか、あほずらしてるかもしれませんけど、<laughs> 今想像したら口開いたんで <laughs>。まああの、これ結構おすすめです。言葉のない世界にちょっとはい、行ってみてください。一瞬で行けますから。 ズワールド、最後まで見て聞いてくださってありがとうございます。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。西戸明子でした。